タロット占い師のめくり太郎です大谷選手のホームラン王への占いを見事的中今日も勝手に占っちゃうよ大谷選手のパートナーはどんな人でしょうか楽しみ余計なお世話ですよねほっと余計なお世話なんですけどみんな余計なお世話好きですよねそんな私と意見の合う方はぜひチャンネル登録をお願いしますはいもうね勝手な勝手なね本当に余計なお世話ですけどね <laughs> ね、誰と結婚するかなんかどうでもいいよね、もうね。まあね、しつこくみんなね、こうね、聞きますけど、あたしだってそんね、しつこくやってんだから、こう、余計なお世話だよね。よし。でもね、気になっちゃったから、ちょっとやらせてください。はい。ということで、ランナーさせていただきます。はい。 なんかか姉さ女房ちょっと大谷選手のことを引っ張っていくような人まあでも大体プロ野球選手ってなんか年上の奥さんもらうとなんか体制するって言いますよね。それで、うん、やっぱりその心が綺麗な人だからどんな人いい人ね。でうんただ ちょっと自分の考えを、ここからが大事なので、見逃さないようにねしっかり持って、それを当てはめようとするから、なんだろ、うちょっと野球に詳しい人かな。野球に詳しくて引っ張っていける。うん。野球関係者の娘さんとか、なんか誰かの監督の、 娘うん。娘っていい,いや娘さんうん。えー、日本人の方ですか外国人の方ですかうん。確実じゃない。完成しない。外国人かなこれは。 日本人だと完璧にこう意見は合うから完璧に合うかどうか分かんないけどまあいろいろ国際結婚で大変そうですからプロ野球監督の娘さん野球関係もうすでにその方とは出会っていますかああ今まだ探してるところか。 今まだその方とは出会っていませんねだからまあ話題にもなってないしこうニュースとかにもなってないかなうーん、ね、じゃあその方は外国人だけどアメリカ人 <laughs> アメリカ人の方ではないアメリカ人の方ではないけど外国人の方で野球のことに詳しくて まだ出会っていない。え、じゃあいつ頃そういう話題になりますかぜひ最後まで見てください !3 年後ぐらい。3年後に結婚。3年後にそういう噂は出るけど、結婚はまだその時はしない。 芸能人とかになってる方ですかね芸能人っていうよりは家が裕福でお金持ちの方の娘で野球に詳しいってことかオーナーとかそういう感じかなうーんその方に出会って大谷選手は成績が伸びますかのー 急速に変化してていいくくから伸びていくんだその方と結婚することによって伸びていくからその方と出会ってついに三冠王でしかも20勝じゃ三冠王で最多勝取っちゃいますか、ね、え三冠そうかその方と出会うことによって三冠王で 最多賞というすごい全自民党のことを成し遂げる。あもうじゃあ完全にその方はあげまんっていうことですよね、これはね。おーじゃあ素晴らしい方と出会って結婚して、そのやっぱモデルとか芸能人ではない方ということですね。野球関係者の娘さんということで、そういう結論になりました楽しみ私、普段は、 お仕事占いという真面目な鑑定の方もしております。あなたが好きなことを仕事にできるように願っています。めくり太郎でした